U2-0 は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の潜水艦。u 2 0級 u 2 0級の原型となったデンマーク海軍、ハフマンデン級潜水艦本艦は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の U20 級潜水艦の一番艦である。u 2 0級潜水艦は、第一次世界大戦の開戦後、同国の潜水艦戦力の増強のために建造が始められたもので、 4隻が建造された。早急な戦力化を図るため、国内のホワイトヘッドフューメ社が、デンマーク海軍向けに建造した、ハフマンデン急潜水艦を原型として、設計、建造が行われている。1915年3月27日発注。建造所はポーラ海軍交渉。1915年9月29日寄港。 1916年9月18日浸水。春工後、U2 霊は、先行試験を開始した。1917年3月15日、U-20 は不破ョな海峡で、ジュニオ艦、アドミラル・シュパウンに衝突された。この衝突事故で、U2 霊の戦亡鏡は折れ曲がり、司令塔はひどく損傷し、搭載砲も引き剥がされた。 7ヶ月にわたる修理の後、10月20日に U2 霊は収益した。最初はポーラを拠点とし、1918年2月にトリエステへ移った。それから3ヶ月間、U2 霊はアドリア海北部のタグリアメント川川口とベネツィアの間の紹介を行った。4月7日に敵潜水艦と遭遇したが、攻撃を行うことはできなかった。 7月3日、ルートビヒミュラー大尉が指揮する U2 レはトリエステから出撃し、ベネツヤ湾へ向かった。翌日、U2 レはアドリア海北部を紹介中であったイタリア潜水艦 F-12 に発見された。F-12 は最初は先行しながら、それから浮上して U2 レを追跡。 北緯45度29分統計13度05分、北緯45.483度統計13.083度、4 5 4 8 3三3 0 8 3で、590メートルの距離で F-12 は、魚雷を発射し、U2 霊を撃沈した。U2 霊乗員は、全員艦と共に沈んだ。残骸は浮かばず、湯膜のみが、 海面に浮かんだ1962年中頃にアドリア海北部で U-20 の残骸が発見された。イタリア人によって7月22日に完備が11月21日には完全部が引き上げられた。U-20 の環境と艦中部の一部がウィーン軍事史博物館に寄贈され展示されており残りの部分はスクラップになった。乗員の遺体は ウィーナーノイシュタットのテラージアンミリタリーアカデミーに埋葬されたウィーン軍事史博物館で保存されている U2 例の環境ありがとうございます。